はい、皆さんこんにちは、ワンダルゲルビジです。今回は夢幻のごとく続きをプレイしていきたいと思います。本能寺の変で信長がもし生き延びていたらという、まあ、仮想の RPG になります。前回はですね、賤ヶ岳の七本槍のうちの3人、加藤清正、福島正信、片桐勝元、この3人を手なずけることに成功しました。やっぱりね、風俗遊びは昔から今にも通ずる手なずけの一つなんですね。では秀吉のもとに行きましょう。天地夢の助殿でござるな、どうぞお通りくだされ。ものすごいいい名前してますよね。猿、信孝に書状を出すのじゃ。これ紙と筆を持ってまいれ。信長は筆に墨をつけると何やらさっと書き上げて秀吉の家臣に書状を渡した。信孝は苛立っていた。秀吉の下が持参した書状に信長の筆跡で銅と書かれていたからである。父上、生きているのか。信孝というのは信長の三男ですね。えい、わからん。この文、まこと父上のものなれば逆らうことはできぬ。戦じゃ、戦の支度をいたせ。まあ、この信孝はですね、勝家と組んで秀吉に対抗するんですよね。書状を受け、信孝様が戦の動きを見せておりまする。これで勝家をあぶり出せる。猿の天下取りのためにはやむを得ん。信孝を殺せ、出陣じゃ。そうか、自分の息子を殺すのか。長浜から軍が動いている様子ですかね。大垣城に入城した秀吉軍は岐阜城を牽制しながら軍を解いた。まずは官兵の報告を。殿、川の氾濫で橋が落ちて岐阜へは進軍できません。いや、これで逆に勝家が誘いに乗ってくるかもしれん。良い機会じゃ。お前らはこの城に控えておれ。わしは岐阜を探りに行く。信孝のことが気にかかるわい。というわけで、じゃあ単身ここから岐阜城に向かいましょうか。では岐阜城に向かいます。岐阜へ向かう途中なんですけども、大垣城の城下でですね、このなんか修行僧みたいな修験者、なんて読むのかな、長賀ガウチなのかな、なるものをパーティーに入れました。まあ、今までの侍とはちょっと違った感じのキャラクターになってますね。4人パーティーです。では岐阜城を目指します。ここが岐阜城かな。そうですね、岐阜城下に入りました。ではちょっと探っていきます。ここから先に入ってはならん、邪魔じゃーと言われてますね。戦が始まるかという時に教会で坊さんがバテレンにやっていた。妙なことじゃの。坊さんは天海という人じゃ。バテレンはフロイスさんじゃと思うが、てんてんてん。これは怪しいですね。天海、つまり光秀とフロイスが密会していたということですかね。ちょっとじゃあ探りに行きます。教会にやってきました。あなた信長様に似ていらっしゃいますね。フロイス、天海と申す坊主と会っていたのか。いえ、それはカブラルです。カブラル天海、本能寺の変で結びついた二人が今また結びつこうとしている。信長の胸を黒い影がよぎった。なんかイベントが始まりました。
タブラルは南蛮船より中国に向かった。だが各国を調べよという信長の命令を聞き入れるつもりはなかった。信長、魔王よ、次に会う時は貴様の死ぬ時だ。我が身を悪魔に預け、魔となって貴様を滅ぼしてやる。ふひゃ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 。私とは違い、カブラルは何か邪な心を抱き、キリスト教を広めようとしています。カブラルは恐ろしいものになって戻ってくるのではないでしょうか。フロイス、悟ってるな。では、岐阜城の中に入りたいんですが、何かの武器と交換してくれんか。これ交換したらどうだろう。なんか入れてくれんのか。殿は戦を焦っておられるようじゃが、すぐに準備はできない。困ったことじゃ。バカめ、思うつぼじゃ。猿めに知らせてやるか。これでいいのかな。じゃあ、これでまた大垣城に戻りましょう。大垣城に戻ってきました。秀吉に岐阜城での出来事を報告しましょう。お殿、殿がお待ちにございます。どうぞこちらへ。これは勘弁ですね。お殿、森政めがとうとう動き出しました。いかがいたしましょう。森政、佐久間森政がだ。清正らも工事を無事やり遂げた由にござる。この日に近道を作ってあります。出陣じゃ、支度をいたせ。母、出陣じゃー、殿、下の階にご愛用の武具を用意しております。では、我ら、一足先に、下の階に武具、何かもらえるのかな？確認しに行きましょう。佐久間森政はですね、勝家の与力だったと思います。森政、まずはお前から死んでもらおうかどうか。秀吉軍は勢い込んで北の省へ進軍。この時を待っていた森政めを潰すのじゃ。清正たちが掘った道が使われてますね。では下の階って言ってたのこの階かな。どっかに、あ、なんか宝箱ありますね。宝箱を調べた。南蛮中持ち、南蛮兜、あ、南蛮系の装備が全部ここに入ってんだ。宝箱は諦めた。いや、諦められない。ここはちょっと回収します。では改めて装備品を変えましょう。信長、南蛮純文字強え。明らかに強くなってる。そうか、南蛮系の装備で一気に信長は強くなりましたね。乱丸もまあちょっとずつレベルを上げていって強くはなってきてますね。はい、こんな感じです。北の省に出陣する前に一旦長浜城に戻ってきました。ここで清正たちが仲間にできるようなのでパーティーに加えちゃいましょう。いますね。おっさん、工事はやり遂げたぜ。途中安土のあたりで化け物を倒して武器を手に入れたんだ。持って行ってくれ。おお、これはありがたい。さらに清正、正則と全員仲間に加えます。こんな感じですね。レベルは10か、決して強くないな。装備がただなかなかいい装備持ってるな。清正もいいね。なのでちょっと装備品を剥いで、で宿屋で待機してもらいたいと思います。彼らとは。では、改めてパーティー編成し直しました。清正たち、ちょっとやっぱりレベルが低すぎるので、使えないかなというので、装備員を剥いだんですが、専用装備っぽくてですね、彼らの持っていた装備の大部分は転用ができませんでした。なので、元通りですね。では、改めて北の省へ向かいます。なんか、合戦が起きそうな気配がありますね。乗り込んでいきましょう。
信長の部隊が佐久間盛政の部隊と激突した。世に言う賤ヶ岳の合戦である。では行きます。これがですね、どうやら出撃する部隊のようなんですね。信長のほか清正、勝本、正典、彼らを出撃させていきます。でその他は一般兵の部隊ですね。かかれーという感じですね。そういえば今月の歴史時にどうなったかな。そろそろ発売ですね。清正、ははー、正則、はっ、勝本、ははー、お主ら今から大名になりたいと思うならば、この戦に命を惜しむな。おーとしてます。ではこの3人を中心にぶつけていきましょう。これは勝本だな。勝本、さらにこれが清正。清正も行けー。清正がちょっと動けないかな。もう一度ちょっとやり直します。清正の一般兵も出して、これが正則だな。よし、正則も行けー。でこれが改めて清正ですね。清正がちょっと動けないんだな。なんかイベントが用意されてるのかもしれない。清正だけちょっと動けないので。で、一般の足軽部隊ですね。そして、信長も本陣を移しましょう。ん？突出した。勝本がやられそうだ。ちょっと一旦下げよう、勝本。勝本の援軍に正則を向かわせる。そして横っ腹からぶつかれ。第5部隊が苦戦。我が方第4部隊も交戦状態。第5部隊が全滅。我が方交戦状態、苦戦。ちょっと待ってね、これさ、うわすごいな。強いわ普通に。敵が普通に強いね。これ敵の状態も見えるのかな、誰なのか。あー見えるね。ここにいるのがじゃあ大将かな。違う、これも一般兵。どこにいるんだろう。これが、あー佐久間盛政ですね。これが盛政ですね。騎馬隊攻撃105通兵。いやこれそのままうちの部隊全滅してんぞ。大丈夫か。逃げよう。交戦状態に入ったって言われてもまずいぞ。敵の大部隊を撃破。このまま一気に敵を蹴散らしましょう。普通の戦闘状態に入った。うん、ボス戦だ。佐久間盛政が現れた。大殿を生きておわしたが、大殿がこの世にあるならばこの戦何のためでありましょうか。なぜたわけや盛政、おとなしくしない。確かにこれ何のための戦いなのか、もはやよくわからない。どんくらい強いんだろう、ちょっとわかんないけど。この辺同士を召喚するといいみたいですね。早手のように現れた。合剣。乱丸に21。そこそこあるなぁ。まあ、ここは、どうしよう。極め投げ。極め投げ打ってみよう。どんくらいダメージ取るか。150。まあまあだな。乱丸は、連射。鉄砲装備してます、乱丸は。あ、失敗か。ここは、合薬を使って乱丸を手堅く回復します。で、普通に攻撃するとどうなんだろう。かわされたか。ちょっともう一回連射打ってみましょう。204通え。ただ、一回しか使えないぐらい、めちゃくちゃ使えますね。気力を。まあ、撫で切りか。撫で切り全員ダメージ食らうので結構きついんですよね。まあ、ここは、信長を極め投げを使
使っておきましょう。失敗か。で、電車が使えない。ここは気力眼で回復、眠り薬使えないかな。眠り薬。眠っている。こんな状況あるのかな。眠りから目覚めた。なでぎり。ちょっと眉先がもう危ないので、回復しましょう。で、信長は、極め投げを打つ。で、気力眼使ってでも、乱丸は、連射をちょっと打ちたいですね。2回打てるのが分かったので、合拳。合拳は結構ダメージ取るなぁ。ようやく、乱丸に。信長は、ひたすら極め投げを打ってくれ !78! で、乱丸の連射が強いので、連射。390! ほんと強い。この390をコンスタントにダメージとして取れれば、かなり強いですね。さて、鍋切りか。で、信長は極め投げ。ちょいちょい失敗するのが痛いかな。390。これは本当に。いや、ここは合役を、いや、気力眼だな。気力眼を乱丸に使う。で、乱丸は常に連射を打てる状況にしておきたいですね。連射429。ほんと強い。にしても森政も相当ですね。これこんだけダメージ取ってるのにまだ死なない。さあもう一度連射を食らえ。で、信長はもう気力がなくなったので通常攻撃に切り替えます。渾身の一撃で、ちょっと一回乱丸も通常攻撃をして、で、気力眼、気力眼がもうない。しょうがない。もうここはあとは普通に倒しにかかりましょう。どんくらいまだ残ってんだろうね、この森政は。この同士の一撃、渾身が決まると、それなりにダメージ取れるので、ありがたいですね。なで切りも、まあ、それなりに食らうかな。ただ、今のところ、なんていうのかな、その、大ピンチっていう状態にはなってないので、このままいけば、なんとかなるかな。同士は去っていった。そうか。そうすると、信長通常攻撃入れて、いや、信長もそれなりにダメージ負ってるもんな。ちょっとこの辺りは一旦回復ターンに入りましょう。死人が出ると一気に形勢が悪くなると思われるので、こんだけ寄ってたかって攻撃してるのに、動じないからな。これはね、普通に、この森政が強い。またちょっと同志を召喚する。頼むぞ。合拳強え。合拳食らうと本当にやばいな、信長といえど。ちょっと確実に回復しておきましょう。よし、最後は同志の渾身の一撃。800
100の経験値手に入れました。レベルが16に上がったと思いますね、これでね。いや、普通に強かったな。お、大殿、森政軍が敗れた。残すは北の将の勝家である。そして秀吉軍はすでに北の将城に攻め入った。はい、ではちょっと北の将に向かいましょう。このまま、はい、北の将の近くまでやってきました。では一旦切りがいいので今回はここまでにさせていただいて、次回はですね、この北の将を、散策というかね、探索攻め込んでいきたいと思います。